まさに J リーグプライムゴールみたいなゴールが決まるっていう、ドンスパンっていう動けないっていうね。そうよ、ゴール後の差、これも覚えありますよね。毎日がスペシャルでございます。今回の丸松くんはサッカーを語ろう。これまではですね、 FC 岐阜の、歴代で自分の好きな、1年とか、あとは歴代のね選手ひっくるめてポジション作ったりとかやりましたけれども、ちょっとニッチに行きましょうか。スタジアム DJ 平松智康が語る自分が目の前で見た思い出ゴール参戦。さまざまなゴールがねこれまであるんですが、僕が目の前で見たゴールの中で爽快だったバージョンで3個選んでみました。版権の関係で動画がそのままあの番組にアップできないものですから、どれ見てるかっていうのはあの出します、あの出すので、それを一緒に見て、あこいつこんな反応してるっていうのをご覧いただければと思います。丸松、まず一つ目は2014年です。 J2 第41節のホーム松本戦の難波博明選手のスーパーゴールです。すごいロングシュートを決めるっていうね、あの瞬間をまず一つ目に選ばさせていただきます。このゲームなんですけど、昇格を決めた松本がやっぱ有利に進めるんだろうなっていう試合だったんです。でこのここですよ、難波さんがセンターサークルからちょっと来て、大体もう30-40メートルぐらいあるのかな、それがふわっともならず振り抜いたものがゴール逆サイドに突き刺さって、キーパー一歩も動けないっていうね、多分ねキーパーとしてはあ外れたなってこう見送ったものがそのままの弾道で落ちて入ってる、バーンって突き刺さるっていう。そう、そもそも難波さんはあそこでフリーにしたのはダメなんだけど、そのままドリブルにも行けたものを行けると思ってシュートを打つっていう難波さんのストライカーの嗅覚っていうのはすごいなと思うよね。どこで見てたんですか？あ、僕はもうスタジアム DJ をその日やってたから、その時伊藤寧々ちゃんもいたのかな、あれは確かね41節最終戦だったと思うんだけど、伊藤寧々ちゃんと2人でこう喋ってて、あの僕らって DJ やってる時ってその現場を見ずにここにあるモニターを見てゴールとかやってるから、たまにゴール入ってないものをゴールに見えたりするんだけど、その時はもうパッと見て分かったし、その日1万人超えてたんですよ、観客が。1万人の声援ってこんなに地鳴りするんだって思った試合、みんなが大興奮。そう、難波さんってそれこそ記憶に残るゴールを何ゴールかしているんですよね。もうギリギリに決めたりとか、もうあの人はね、もうあのなんて言うんだろう、見せ方が上手、なんか説得力があるんだよね、なんかストライカーって顔してるんですよ。うん、未だにストライカーって顔してるという2014年の第41節の松本戦ホームのスーパーゴール、難波博明のゴールがまず第一戦ですね。しびれた、気持ちよかった。丸松、これも覚えてる方絶対いる。2016シーズン吉田監督になって初勝利の試合、レオナルド・ロシャ選手のコーナーキックからの直接ゴール。コーナーから、もうエドゥって言ったじゃん、あの昔々、はい、それがもうすごいバナナシュートってグイーンって曲がって、でもそれをゲームで使ってコーナーキックから入るんじゃないのかってこう試して、入る入る、バナナシュートだって、よくあの J リーグプライムゴールで僕はやってたんだけど、まさに J リーグプライムゴールみたいなゴールが決まるっていう。ロシャ選手のゴール集が YouTube にあって、その中にね、含まれていたので、そこからちょっと見ていきましょうかね。ラモスさんが解任されて、じゃあ岐阜ここからどうなる、3年間積み重ねたものがどうなるかっていう時に、これ勝たなきゃどうしようもないよねのゴールなんですよね。ここね、ドン、スパンっていう、すごい、そうよ、ゴール後の差、これも覚えありますよね。エヴァンドルと2人で、これね、ゴールしたタイミングが素晴らしくて、タイミング後半アディショナルタイムの2分なんですよ。だから92分、もうこれワンプレーで終わりだねっていう時に、コーナー頼む頼む、絶対入ってくれ、ここで決められるチームは絶対残留できるからってみんなで思ってこうやってやってて、
った。あ、入った入ったっつって。で、こうやってやりながら、ゴールってやった。やっぱりね、降格争いしてる時に残留できるチームは、得てして、すごい劇的な価値がある。野球でもそうじゃないですか。あの中日ドラゴンズが優勝した時に山崎武史が満塁ホームランを打ってこうやってやったのを覚えてない？やったね。あんな感じ。それをね、2016年のあの愛媛戦のロシャ選手のゴールで感じました。ちょっと出てたかもしれないけど。あの瞬間に。92分ってことはトイレ行けないから、スタジアム DJ は。おトイレ我慢タイムなわけ。で、これちょっと終わったらちょっとトイレ行きますね。とか言いながらも1対1緊迫して、あの試合は16本もシュートを打ってる。あー、岐阜攻めてるけど勝てない、どうしよう、ここ行ってくれっていう時にグニャンポンだから、愛媛もガクッときたと思うよ。岐阜がフリーってなって、もうフルテンション、もうふわーってなって、ふわーって、すごかった、すごかった。大きくサッカーが転換する、その大木武監督につないだのはあのゴールがあって、 J2 に残留できたから次につながったって思うと、まあ、その次の年にはロシャ選手はいなくなっちゃうんだけど、うん、短い期間だけどすごくね、印象に残ってる選手ではありますね。背番号10を背負ってたっていうのもありますし。なんで吉田さんが、これも面白かったですけど、大木さんになったの？でもね、吉田さんでも良かったんじゃないかっていう論はあるんですよ。ラモスさんのところのコーチだったんです、吉田さんが。で、ラモスさんのサッカーをやめてくれっていう派と、このまま続けていったらいいんじゃないか派がいて、そういう風潮になってラモスさんが解任をされてしまいました。吉田さんは着いた時にラモスさんのサッカーが形になりつつあるんだけどっていう話をしてるんですよ。だからラモスさんのやってることを引き継いでの吉田さん。でも何か多分選手とかそういう皆さんにとっては多分リフレッシュすることがあったんだろうね。ラモスさんを解任させてしまったのは自分たちだって気持ちとか、まあ、そういう気持ちもあったりとかも、いろんな気持ちがあった中でのみんなで掴み取った一戦ワーオルっていう感じだったのかななんて思いますけどね。短い相方だったんだけど、吉田恵さんにはギフサポさんは感謝をしている方が多い。その中でのロシャのゴールっていうね、まあ本当に面白い、まあでも本当に心臓に悪いシーズンでした。2016シーズン丸松。3つ目はこれ個人的に選ばせてもらいました。アウェー VS 名古屋グランパス戦の田中パウロ純一選手のゴールです。僕が大好きなゴール、後半ですね、全体で言うと78分のゴール、ドーンってシシーニョから入ってきたボールをここで距離保って真横に行って振り抜く。あれ入るんだ。そう、あのタイミングだからこそディフェンダーもうわーって思ったし、キーパーもちょうどこう手を伸ばしてもここをかすめていくからこその気持ちのダメージっていうのも与えたと思う。あれは本気のグランパスをあんなにもて遊んだ大きサッカーってやっぱりすごいんだよね。うん、だって決してメンバーとして劣ったメンバーを当ててきてないし、グランパスやっぱりこの年は1年で昇格しなきゃいけない、しかも第、2節だったからこんなところで負けてらんないっていう、グランパスとしてももう勝ちをバガッと重ねて、もう横綱相撲でさ、あのシーズンを終えたかった時に2つ目であそこでズバーンってこうバチンと足元を、あの FC 岐阜田中パウロ純一選手のゴールで足を救われたからこそ、僕はね、グランパスの皆さんにもね、ちょっとあれは感謝してもらいたい。あそこでパウロに決められてなかったら、もしかしたらズルズル言ってたかもしれないよって言いたいぐらいの、あ、J2 甘くないんだな、やっぱりって、そうのゴールだと僕は思ってる。FC岐阜のホームのグランパス戦の時には2対6で負けてるの、グランパスに。さすがだった。うん。あのシャビエルとかも本当化け物だと思ったもんね。だけどそんな中で、そんな本気のグランパスに対しても岐阜は2点決めてるっていうね、そこもすごいよね。でだってそこで決めてんのがさ、難波さんなんだ。なんか決めるんだよあの人は。やっぱりさ、もうそのそれもいい、それもそれも話そう今度。再度言いますけれども、あのゴールを決めた後
まあ、1対1に結果になるんですけどね、難波さんとパウロさんが来てくれて、平田も最後を飾れなくてごめんって言ってくれた、あの思い出の僕にとってはもう深いゴールですね。まあでもいるんですけどね。そうなんだよね。そう、これでやめてればもうちょっと絵になってさ、あのサポーターさんたちにもさ、平田もあれで終わったよねなんつって、よかったねあいつもって、 あなたもだってサポーターの前で涙流してるって話してるんですか。そう人前で泣くなんてことは絶対あってはならんことだと思って、最後ぐらいはなと思って、だいたいエンディングに泣くタイプなんだけど、あれだよね恥ずかしい、恥ずかしいよいろんな意味で恥ずかしい丸松、どんな得点でも1点だよ、例えばあの体にバチャンと当たって入ってしまったゴールも得点、思いっきり振り抜いて綺麗なゴールも1点、1点としてのその価値には違いはないんだけど、やっぱりそこにプラスして背景だったりとか状況だったりとか、そういうもので多分一人一人のあのベストゴールって違うんだろうなとは思う。また多分2年後3年後にこれやったら多分結果違うんだろうね。うん、すごい楽しみですね。サッカーは変化があるからね。楽しいです。毎日がスペシャルでございます。イエーイ。